対戦相手どうこうよりも自分の仕事をしっかりやる、はい、それだけです。なんかまあ始めたきっかけは悪さをして、それで父親にタイに飛ばされた、タイに行ってこいっていうことを言われて、タイでムエタイをムエタイジムに泊まり込みで練習させられて、そこからきっかけでキックボクシングを始めました。まず、まあ、しばらく練習をもう見てもらってないので、石川は強くなったなと思っていただける試合をします。15歳でアマチュアの試合に初めて出て、でそこで、今回の興行主の永江会長に目をつけていただいて、1月にデビューするかということで、翌年の1月にプロデビューして、それが16歳の時で、そこから初めてプロとしての格闘技人生が始まったって感じです。思わず立ってしまうような熱い試合にします。はい、応援よろしくお願いします。まあ5年ぶりの試合ですけど、まあ余裕で返り討ちにするんで、よろしくお願いします。